はい、石黒です。今日はですね、まあ、心筋梗塞の後の心臓の筋肉の再生の研究の結果を読んだときにですね、ああ、これがね、まあ、究極のアンチエイジングなんだなってことを感じたっていう話をしたいんですけれども、まあ、その時にこう出てくるですね、キーとなる、ま、単語がね、オキシトシンという単語なんですね。オキシトシンってま、あご存知の方、まあ、いっぱいいらっしゃると思いますが、いわゆる愛情ホルモンなんて言われるものなんですよ頭からこう出てくるものなんですけどね、まあ、それが、ま、人々をこう若々しくする作用があるんじゃないか、みたいなそんな研究です。で、心筋梗塞 っていうのはですね、まあ、心臓の血管が詰まってしまって心臓に行くね血液がなくなることによって心臓の筋肉が死んでしまうことなんですけれども、まあ、聞いたことあると思いますけれども結構命に関わる病気なんですね。 で、発症してしまったらすぐにこう処置が必要なんですが、その処置っていうのはですね、カテーテルであったりだとか、えー、手術であったりですね、まあそういったものを利用して、心臓に行く血流をですね、もう一回再開させるってことが必要になってくるんですね。まあ心臓の筋肉っていうのは一旦死んでしまうと二度と再生しないというふうに言われていて、 今、まさにですね、死にかけている心臓の筋肉をですね、なんとかこう、生き延びさせるために、まあ、処置が必要になってくるってことなんですね。だから、まあ、なるべく早く時間との戦いで処置が必要なんですけれども、もしそこで間に合わなかったらですね、まあ、たとえ命が助かったとしてもですね、心臓の筋肉っていうのは減った状態のままあ、少ない筋肉で心臓を動かしていかなければならない。まあ、ひどい後遺症が起こったりもするわけなんですね。 ですので、まあ、心臓の筋肉を再生させることっていうのは非常にこう重要な課題なんですけども、まあ、これまではです、ね、そういったことは非常に難しいんじゃないかなっていう,うに言われていました。で、今はですね、肝細胞を移植したりみたいなことを考えて、まあ、いかにこう心臓の筋肉をもう一回再生させるかみたいな研究で進んでるんですけども、まあ、最近報告されたですね、新規の細胞っていうのは別の方法で再生させるチャンスがあるんじゃないかなということが報告されたんですね。 で、その仮となる物質が、そのオキシトシンというホルモンです。で、このオキシトシンというホルモンがですね、どういった作用を示すか。えー、ミシガン州立大学の研究チームがですね、このオキシトシンが、心臓の筋肉を再生させる作用があるっていうことを発見したんですね。で、オキシトシンというのは、床下株って言われるこう脳から出てくるまあホルモンなんですけれども、まあ、出産とか授乳とかね、いわゆるまあ女性にとって非常に関係のあるホルモンなんですが、 えー、点滴でね、例えば、腎痛を誘発したりだとか、それから、子宮を収縮させて、産後の出血を抑えるために、こう、点滴として利用されることもあるんですけども、まあ、一般にはですね、それ以外には医学的な用途はないというふうに言われていました。で、お母さんがですね、赤ちゃんをこう抱っこしたりするときに、そういった、こう、スキンシップを取ったりするときにですね、まあ、脳の支障株から出てくるんですけども、それと同時に、その、えー、お乳のですね、筋肉がキュッと収縮して、まあ、授乳をしやすくするような、そういった作用も出るんですね。 なので、子供とスキンシップをするとか、場合によってはペットとね、こう触れ合うことによって出てくるので、まあ、愛情ホルモンなんて言われ方をすることもあります。 で、まあ、愛情ホルモンっていうね、このオキシトシンですけれども、まあ、例えばヨガとか瞑想とかね、非常に心と体をリラックスするような活動であったりだとか、それから何気ない会話とかね、お料理したりだとか、まあ、楽しんだりするような、ま、あすごい楽しいなって思うような時とかも出てきたりしますし、まあ、事前活動とか親切な声をしている時もですね、脳から分泌されるなんていうふうに言われていますけれども、このオキシトシンというホルモンがですね、例えば血圧を下げたりだとか、まあ、脂肪を燃焼させたりなんてことがね、作用としてあるよってことが近年分かってきたんです。 ですね、でこの基礎診が今回その心臓の筋肉を、ね、再生させるんじゃないかということが分かってきたという話なんですけれどもなんとかしてです、ね、この心臓の筋肉の細胞を刺激することができないかということで、まあ、脳から分泌される神経伝達物質とかホルモンをです、ねまあ、次々にこう、まあ、かけていったんですね。 でそうしたら、その中で一番オキシトシンというホルモン、まあ約20種類、あの、検討したんですけれども、そのオキシトシンが一番心筋細胞、心筋のその幹細胞というのをですね、再生させる能力が高かったということだったんですね。で、そうなってくると、まあ、医学の常識としてはですね、 オキシトシンというものを薬として利用して神経を再生させられるんじゃないかみたいなことの研究がどんどん進んでいくわけなんですけれどもまあオキシトシンというのはですねまあそもそもは体の中でですねなかなか長く留まってくれないもので半減期というのが短いんですねだからすぐになくなってしまうということもありますしなかなか作用がこう安定したりしないんで、まあ、薬になったりするのはですね非常に時間かかるんじゃないかなというところでまあなかなかすぐには進まないような研究になってくると思うんですが僕はですねこの、まあ、研究を見た時にどう思ったかっていうことなんですけれども 心筋を再生させられる薬になるかなってことではなくてですね、まあ、人の体の不思議さなんですね。 で、オキシトシンっていうのは、まあ、ホルモンなんですけども、スキンシップとかね、楽しいことを、まあ、起こった時にですね、こう出てくるようなホルモンなわけです。人との関わりで出てくるホルモンっていうのが、まあ、幹細胞を刺激して細胞を再生させていく能力があるよってことなんですね。だから、えー、楽しい趣味とかね、そういったペットでもいいですし、どんな人でもこう、スキンシップ触れ合いを行う中で、こういった日常の生活の中でですね、 えー、そう出てくるホルモンの刺激が、まあ、細胞を再生させる、まあ、究極のです、ね、アンンチエイジングになっているんだなっていうことなとこんですよねだからまあ人はです、ね、いつまでもまあ他の人と愛情を持って接するとか特にこうスキンシップを持って接するようなことがあるといつまでも、ね、若々しくいられるっていうことにつながってくるんじゃないかなということなんですよね。 ですので、まあ、日常の生活の中で,ですね、何気なくまあ過ごしている中にでもですね、このアンチエイジングのね、まあ、鍵が隠されているんだぞということをですね、まあ、認識してもらえるといいかなというふうに僕は感じたので、皆さんもね、まあ、そういった感想を持ってもらえるといいかなというふうに思っていますえ。今日の話ね、役に立ってよという方は高評価のボタンをお願いします。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。